こんにちは、ナチュベジウィル敦子です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は第一圃場の作業になります。今日は三等菜の種をまきます。毎年4月の上旬ぐらいに種をまいて、5月の中旬から下旬ぐらいに収穫になります。直売所でも人気のお野菜なんですよ。三等菜発種前の第1回目の耕運、浅く耕運が終わりました。生の草があると嫌かっていうと、これもやっぱり未分解のねものをなるべく入れたくないからですね。入れちゃうと窒息化が起こります。でそれが起きちゃうと、育たないっていうことと、窒素がね足りなくて弱った苗に虫っていうのは来ますので、みんなね虫に食べられちゃったりします。そういうのを避けるためになるべくね結構生の残さを畑のねこの通路の方に持ち出すようにします。草がね取り終わりましたので、いよいよ葉種になります。ね、油中っていうのは筋巻きするんですけど、筋巻きしちゃうと間引きのね必要が出てきますので、指2本分開けての点巻きにします。ほうれん草と同じ感じですね。巻き溝をね作っていきます。水曜なんかはねちゃんとこうやってねなんかロープ張ってやると思うんですけど、私はアバウトなので、こんな感じでまずはねこう畝のど真ん中に1本引きます。これは三畳巻きのやり方ですね。あくまでうちのやり方なんで、こうやってやってんだって感じで見といてください。そしたら今度はこことこの畝の肩の真ん中ぐらいですね、ここに1本入れます。どうせって言ったらあれなんだけど、まっすぐにこう巻き溝を作ってみても結局うねうね曲がって生えるので、そんなにね厳密にやる部分でもないのか、時間かけて厳密に巻き溝をね作ることもないのかなというふうに思ってます。で今度はまたですね、うねの真ん中の線とうねの肩の真ん中辺ですね、ここかな、ここに1本入れます。こうするとね、三畳巻きのちょっと草が邪魔だね、三畳巻きのね巻き溝ができます。はい、こんな感じです。それじゃあね種まいていきましょうね。種はねこんな感じ、もうねザ油中っていう感じの種ですね。はい、細かくって大変ですけれども、はい、じゃあ巻いていきますね。筋巻きだとねこういう風にこう種をつまんでパラパラパラっとこう落としていけるんですけど、点巻きなんでねちょっと丁寧に巻いていかないといけないですね。あ、2個落っこっちゃった、こういうことが起こる2個落っこっちゃったとかね。そしてつまめないね、ちっちゃくってね、これは大変です。そしてどこまでやったか分かんなくなるね。どうしよう、1畳ずつやっていくかな、目が離せないねこれね。ここはこの辺から、あ大変だ。他にもねいろんな種持ってきたんですよ、時なし大根とかカブとか、なんか負けそうにないな今日ね6時ぐらいから雨の予報なんですね。うちは無冠水なのでお水あげないので、そうやって天気を見て箸とか定食を行ってます。もうお水あげないんです。そうすることによって根っこが水を求めて伸びていくんですね。甘やかさないスパルタで育ててます。熱すぎない方がいいですねこの腹度はね。でこれ最後に私は足で踏んでいきます。そうするとねこうよりぎゅーっと種とこの土が密着して、種がね土の水分をよく吸ってくれて発芽促進になります。種踏むのかわいそうって思う方もいらっしゃるかもしれないですね。発芽率が全然やっぱり違いますね。踏んでグリグリはしなくていいんですけど、普通にこう歩く感じで
やもうバランス感覚の悪さにびっくりしちゃったんですけど、はい、終わりました。芽が出たとこでね、虫に食べられちゃいますのでネットをかけていきます。今回は本当収穫が終わるまでがすごく短期間ですので、ガルバリウム支柱とかするんじゃなくて、もう段ボールでね十分かなっていうところで、簡易的な、ね、ネットの張り方を行っていきます。ちょっとこれ手袋した方がいいんですね。段ボールってね、中にグラスファイバーが入ってて、たまにね管理費かなんかで引っ掛けたりしてね、ちょっと傷がついてるのかな。それでね、グラスファイバーが出ちゃってる時があるんですね。この小指のここに刺さってね、なんかほくろになっちゃいましたね。これね、もうあの白菜菜花の収穫が一昨日で終わりましたので、これね、もう白菜菜花のネット取っちゃいます。それで今ね、そのままそっくり平行移動ですね、持ってきました。はい、これでね、蝶々が来ても大丈夫ですね。はい、それではね、今日のハッシュの作業はここまでです。はい、じゃあ